田村まみ君。国民民主党新緑風会の田村まみです。本会議に続き加藤厚生労働大臣そして厚労省の皆様にご質問させていただきます。まあ質疑に入る前にまあ私自身も今回のこの田辺タバネ法案 もう本当にまとめて審議をするということ、まあ、このこと自体があまあ課題だということももちろんそうですし、まあ、そうであれば、関連して、えー、一緒に審議をした方がいいということであれば、まあ、それは政府と与党としっかり理解していただいた上で、審議時間、やっぱり確保していただきながら、課題を明らかにしつつ、議論していかなきゃいけないというのは、あの本当にきのうの本会議の答弁を受けてもそうでしたし、えー、まさしくその、 本会議質疑をして、その当日に参考人の皆さんからいろんな話を聞いて、私、今日質問なんですけど、ほとんどその参考人の方々のことを、えー、入れた形での用紙を作ろうと思ったら、 まあ官僚の皆様のお仕事とも考えたら、き、まあ、昨日の夜に出すっていうのもすごい悩ましかった中で、まあ、まあもう少し審議時間を確保していただけるというあのまあ希望の下、き、えー、昨日の昼の時点で、もう本会議終わった時点でセットさ、この委員会セットされた時点で、用紙出しました。 まなので、そういうことも日程も考えたら、もう明らかにこの審議不足っていうことは、このままではあの周りから批判を受けても仕方ないというふうに私はやっぱり受け止めてますので、ぜひこれは委員の皆様とも共有して、ぜひ今後の審議日程、改めて、この委員会のメンバーでしっかりと考えていければというふうに思いまよし、いいぞ。 本会議の中でも就労支援について多く質問をさせていただきました。あのちょうど1ヶ月前に本会議でもお話し,しました大分県のあの社会福祉法人の太陽の家という施設に。 見学に行かせていただきまして、まあ、そこで山下理事長という、あのご自身も下半身不随の障害をお持ちの方で、実際にその社会福祉法人と民間企業で共同出資をした特例子会社の中で社長まで務められた方で、まあ、今もあのその特例子会社いくつか、一緒に共同出資しながら運営して、また多くの,あの障害者の皆様が地域で暮らしていけるように、その大分県の別府市ともいろいろタイしながら、 地域でも生活をできるという環境を整えていらっしゃる方と、いろいろお話をさせていただく機会がありましたので、やっぱりちょっと就労選択支援とか、就労支援について、最初にお伺いさせていただきたいと思います。で、あの本会議でも取り上げましたけれども、創設がこの改正で盛り込まれています、就労選択支援の実施者についてお伺いをしたいと思います。 え先ほど午後の前半の質疑で、山本理事もご質問されてて、まあ、私も聞きながら、もやっぱり何も決まってないのかなっていうふうにしか受け止められなかったです、でえー、私も何も決まってない中で、なぜ質問するかというと、やっぱりその現場の皆さん、あの特に甲子園を今、現実にされている方から、自分たちどうなるんだろうっていうあのお声を、実際に私もお伺いしたものですから、あぜひお伺いをしたいと思います。令和4年6月13日の 社会保障審議会障害者部会の報告書では、 少しまあ要約しますけれども、就労支援について一定の経験実績を有していることのほか、地域における就労支援機関等の状況、企業等の障害者雇用の状況を適切に情報提供できることを実施主体に求めることを検討すべきであるというふうに、ま検討を求められている指摘がありました。この就労選択支援の実施者、ま選定基準はどこでどんなふうに議論をされて、具体的には誰がどのようにこう決定をしていくのかっていうところを今分かっている。 視点で教えてください障害福祉サービス事業者の指定につきましては、障害福祉サービス事業を行う者からの申請に基づきまして、都道府県知事、指定都市、または中核市の市長が事業所の人員設備や運営等に関する各サービスの指定基準に照らして行うものでございまして、就労選択肢につきましても、 障害福祉サービスの一つとして創設するものでございますので、同様に都道府県知事等が指定の可否を判断することとなります。なお、その際の指定に関する基準でございますが、就労選択支援に関する人員や運営等に関する基準の設定が必要となるところでございます。 この就労選択支援の実施主体につきましては、就労支援に経験や実績を有することや、地域における企業等での雇用事例や、就労支援に係わる社会資源などに関する情報を適切に提供できること、こういったことも必要と考えているところでございますが、今後、有識者等のご意見をお伺いしながら、さらに検討を進めてまいりたいと考えております田村真美君。 検討して、検討して、検討していくという答弁だったというふうに受け止めましたけれども、あのえーまあ、もう少しじゃあ、質問の仕方を変えるんですけど、あのこう地域、例えば自治体で1つとか、なんかこう、そういう数のイメージとかっていうのはあるんでしょうか、なんか今だとこうな中ポツセンターのある単位ぐらいなのかなっていうふうなあの具体的なご質問いただいたりとか、まあ、そんなふうな不安もあるみたいで、数のイメージとか、なんかこう、設置の,その、なんでしょうね。 当該対象者の人数を想定してなのかあの、やはり通ったりとかすることも考えたときの、まあ、距離の中での,そ,のそういうものなのか、なんか今こ、もう少しイメージできることって、何か答えていただけませんか。民生涯保険福福祉祉部長、えー、各地域におきます障害福祉サービスの 整備に関しましては、地域の支援ニーズを踏まえて、都道府県市町村等が作成する障害福祉計画において、利用者数の見込み量を設定するということになっております。今後6年令和6年からの計画策定に向けて 各自治体がニーズの調査等を行っていくという仕組みが前提としてございます。一方で、就労選択支援の対象者数としての想定でございますけれども、施行当初において、まずは新たに就労継続支援 B 型の利用を希望する方として、年間約1万人程度を想定しており、これらに加えて新たに就労継続支援 B 型の利用を希望する方や、就労継続支援 就労系障害福祉サービスのうち、就、えー、労選択支援の利用を希望する方についても、あの利用が見込まれるものとお考えているところでございます田村真美君。 障害福祉計画次第だということが答弁だったというふうに聞こえました、もう枠組みは国が作ったけれども、あとは地域の事情でやってくれと、まあ、計画次第だということなので、まあ、相当自治体の予算も関係するのかなというふうに、今、お伺いしながら受け止めております。でやっぱりこの今もその将来就労系ののの障害福祉サービスの事業者の皆様が あのまあ地域で1つだけやられている方とのお声もありましたし、あと、少し広範囲で事業されている方からも声聞いたんですけど、やっぱり地域差がすごいありますと、やっぱり相談に行けるえー場所が、自分たちが選ばれるというところが、少しえ人口が少ないところになればなるほど、結構ニーズとしていただくんだけど、人口がやっぱり多いところは、そういうあのサービスやられている事業者も多いということで、地域感覚差も相当あるっていうふうにえ伺っています。 まあそういう中で、やはり障害者の皆さんがこう働きやすい社会をつくるためのまあ新制度が、これまで地道に障害者の就労支援に貢献してきたまあ団体だったりとか、その事業者の皆様がきちっと正当な評価をされるべきですし、新たなサービスの指定事業者 ににに実績に基づいて参画ででききるるようにするべきですべまた、数が予算ありきでこう絞られるということも、私は避けなきゃいけないというふうに思っております、それが結果的に障害者の皆さんの本人の利益にもつながりますので、まあ、本当にいろんな要件みたいなことだったり、配慮規定みたいなことを計画次第と言わずに、少し国の方でも、何らかこう基準みたいなことを設ける、そして提示するということ、大事だと思いますが、大臣、いかがでしょうか加藤厚労大臣。 就労選択支援は、就労アセスメントの手法を活用して、本人の就労ニーズの把握や能力適正の評価、就労開始後の配慮事項等の整理を行うものでありますので、まあ、その実施主体には、障害者の就労支援に経験、実績を有することや、全国共通の研修の受講を求めることが必要と考えております。あの具体的な指定基準として、まさにこれはこれからあの先ほど答弁していただいたように、具体的に 有識者等のご意見も伺いながら検討するわけでありますが、まあ、そうした中においては、例えば地域で就労系障害福祉サービス事業を実施していることとか、あるいは市町村の協議会に参画している、まあ、こういったことも考え、その中に入ってくるんではないかというふうに考えております田村真美君。まあこれからということで、なかなか今、こういう基準があるというよりかは、あ 今の、えー、お考えだけ述べていただいたというふうに思います。あの、まあ、もう一つはあのやっぱり法定あ,あすみませんこのアセスメントを用いて、えー、皆さんのその就労に関してのあのいろんな情報。 をしししっかりと把握してて、えー、本人に資するあの情報提供ただ、まあ、それがその事業者の使命だというふうに思います、まあ。そうすると、やはりやっぱり数が絞られるとか、アクセスがしづらいということは課題になってくると思いますので、まあ、ぜひ、聖書、まあ、令等でも規定されるというふうに思いますけれども、あの自治体との,その計画との関連性も丁寧に説明いただきたいと思いますし、すでにあのいろんな事業をされている皆様に対しても、広く、まあ、これがあ自分たちもや てみようっていうふうに手が挙げられるような周知も一緒にしていただきたいなというふうに思います。えー、次に、えー、障害、えー、福祉サービス等のあの情報公表制度あのについてお伺いします。あの通称ネットではあのワムネットということでいろんな情報が閲覧できるあのサイトがあります。 同制度は平成28年5月の障害者総合支援法改正で新設をされて、平成30年4月に施行された仕組みで、全国の指定障害福祉サービス施設の情報をインターネットで誰でも気軽に入手できることができるというふうになっております。 直接の、まあ、今回、改正項目ではないんですけれども、まあ、いろんな障害者の皆さんが就労するためのこう情報を取っていくっていう気持ちに立って、ネットの検索等もしていったときに、まあ、このホームページ、拝見して、非常にちょっと気になったので取り上げさせていただきます。あのこのワムネットの障害福祉サービス等の情報検索サイトに掲載されている障害福祉サービス提供機関、総数はまずいくつでしょうか。 県民障害保険福祉部長障害福祉サービス等情報公表システムに掲載されております事業所の数ですが、えー、令和4年12月2日時点で、約15万5000件となっているところでございます田村真美君、はいえー。障害者総合支援法第76条の3では、えー、指定障害福祉サービス事業者は、そのサービス内容や運営状況等について、 都道府県知事への報告が義務付けられております。都道府県知事は報告を受けた後に公表、え。ー 都道府県知事にもその公表があ、報告を受けた後に公表が義務付けられています。えー、でまた、報告が適切になされてない場合は、都道府県知事は調査、是正、措置命令、指定取り消し、または効力停止をすることができるというふうに規定をされています。このワムネットの掲載情報を見るとえ、従業員数やサービス内容といった基本的な項目においても、まあ、相当、人事業者に項目が、項目の空欄が目立つんですよね。 あの今、パソコンで持ち込みかになってますので、ぜひ検索できる方、していただければというふうに思いますが、せっかくあの事業所自体は載ってるんですけれども、中身がほとんど空欄っていうところがどんどん続いてこう出てくるんですよね。 これ、えー、ぜひこの第76条の3の第3項に基づくこう調査や、第4項に基づく命令、第6項に基づく指定取り消し、効力停止を実施した件数について、この状況を見たらやってるんじゃないかなというふうに思いましたので、直近3年間でそういう実績あれば教えてください。変身障害保険福祉部長 情報公表にかかります調査等の権限でございますが、都道府県等が実施しているところでございますけれども、国に対しての報告の義務がなく、お尋ねの数値については把握をしていないところでございます田村萬君、はいえー。都道府県がやってるはずだけれども、都道府県がやる,はやることで、えー、本省に報告を求めてないから知りませんという答弁でした。あのただ ページ見ていただいたら、明らかに空欄で、これをじゃあ、誰が指導するんだということだというふうに私は思います。報告公表が法令で義務付けられているにもかかわらず、結果として、もしかしたら本省に紙ではあるのかもしれませんけれども、このサイト作っているわけです。空欄が目立つ現状は私は問題だと思います。サイトを見ると、指定事業者は非常にたくさんの項目について、情報精査して報告することが求められています。ここれを放置するってことは あのサービスを利用するあの実際の当事者の障害者の方にとってもあの問題ですし、あとは真面目にこれを登録している事業者にとってもこれ不幸なことだというふうに思っています。一刻も早く法の趣旨にのっとり改善が必要だと考えます。厚生労働大臣、これどこまで記載されていれば法令上の報告公表義務を果たしているとの見解になるんでしょうか。サービス利用を希望する障害者の適切な 選択に資する意味からも、また実直に報告している事業者の努力に報いる意味でも、同サイトの充実、この同サイト続けるんであれば、ムネッと続けるんであれば、努力必要だというふうに思いますが、いかがでしょうか加藤厚労働大臣。障害者総合支援法では、利用者のサービスの選択に資するため、障害福祉サービス事業者は、提供するサービス等の情報を都道府県知事に報告をし、 都道府県知事はこれを公表しなければならないとされているわけであります。で公表するサービス等の情報は、厚生労働省令と通知で定めておりまして、まあ、事業者はこれらに基づくすべての情報を公表する義務があります。まあ、しかし、今お話があったように全てが、すべての事業所がその求められている項目について公表されているわけではないという今実態についてお話がありました。 本年6月に取りまとめられた社会保障審議会障害者部会の報告書でも、公表率の向上を図る必要がある、それに向けて指導監査の徹底や報告を指定更新の要件にするなど、検討する必要があるとされているところであります。また、今後、障害福祉サービス等報酬の時期改定時において、情報の報告を行っていない事業者に対して報告義務を果たしていくために、 そうした報酬制度の中でどういった方策がありうるのか、まあ、そういったことも含めて検討していきたいと考えております一方で、事業者の皆様も、本当にあの処遇があこういうやっぱりケア労働の人たちって、本当にあの他の業種に比べて低い中で、そしていろんなあの厳しい状況の中で作業されているということで、この時間に、この作業の時間に を取れないいいう声を聞いているのも一方であるわけですですので、私はその方策もそうですけれども、やっぱり本会議でも伺いましたけれども、何よりその新たなサービスを含めての円滑な施行にあたっては、報酬改定、そしてそのケア労働の方たちの処遇改善、ここをしっかりやっていかなければ、こういうことに時間が割けないんじゃないかということは指摘しておきたいというふうに思います。 そして続きまして、先ほども妻委員の方からもご質問がありましたけれども、きょう資料1枚つけました、障害者雇用納付金の財政の将来推計について、これ、労働政策審議会の障害者雇用部会で、厚生労働省から出された資料でございます。 本会議でも質問をしましたけれどもあの、まあ、障害者雇用が着実に進んでいるとはいえ、道半ばであることは変わりないと、で調整金の支出にも限界があるので、財政の枯渇によって障害者雇用の政策が後退することがないように、まあ、支出抑制も含んで今回の改正だと言ってますが、あ今後の,その法定雇用率の改善等も含めて考えれば、あーなお枯渇の危機、 というのはありえるというふうに思っていますが、まあ、緊急的な公的資金の投入等によって、財政を安定化させるということも必要だと考えますが、厚生労働省の見解、お伺いします堀井,堀井高齢障害者雇用開発審議官お答えいたします。 障害者雇用促進法では、すべての事業主に雇用率制度による雇用義務を課すとともに、社会連帯の理念に基づきまして、障害者に雇用の場を提供する事業主の社会的な責任の履行を確保するために、経済的側面からの負担の調整として、納付金制度を設けておるところでございます。具体的には、法定雇用率が未達成の事業主から納付金を徴収をし、達成している事業主に調整金等を支給するなど、事業主間の障害者雇用に伴う経済的負担の調整を図るとともに、 障害者を雇用する事業主に助成を行うということで、障害者の雇用の促進と職業の安定を図っているところでございます。 このように、この納付金制度が社会連帯の理念の下、事業主の社会的な責任の履行を確保するための共同拠出による,事業である制度であるということを踏まえますと、納付金財政が厳しいということをもって、直ちに公的資金を投入することにつきましては、その公的資金が最終的には国民に広くご負担をいただくことになることを踏まえると、慎重な検討が必要であると考えております。いずれにしましても、引き続き納付金財政の安定的な運営に取り組んでまいりたいと存じます。 田村真美君、はい、あの今回の改正で一定程度、安定化をさせるための方策だというふうに、あの皆さん受け止めて、この改正を深海でも採択されたんだと思いますけれども、まあ、これだけでは、あのまあ、この先の不安ということもまだ消えていないというふうに思いますので、ぜひ引き続きの検討をお願いしておきたいというふうに思います。えー、っと一問飛ばしましまて えと大臣にお伺いしたいんですけれども、括弧5番って書いてあると、難病患者団体からの皆さんからご要望いただいている、難病長期慢性疾病、小児慢性疾病対策等の総合的な推進を求める国会請願。 これが今年の通常国会で採択を私たちしていますで請願は6年連続で、衆、ま、参、あ、とも採択をしているので、まあ、本委員会の総意としても政府が取り組むべきだということで求めているわけですね。請願の中で難病患者の皆さんを法定雇用率の対象とすることを求めていますが、なぜ対象にしないのでしょうか。 この特にあのまあ途中でこう難病になったという方たちもそうなんですが、新卒採用時など、就労の際のこう面接の場面においても、難病であることをこうなかなかこう、 遠ざける企業も多いのでであえててて隠して途中で分かってみたぜひこれ、難病患者の皆さん、法定雇用の対象になれば、事業者としてももう少し採用前向きになりますし、ご本人も自分の病状を話して、えー、継続的に働くということにもつながるというふうに思いますが、大臣の見解、お願いいたします片岡厚労働大臣、えー、難病患者の皆さんを雇用率制度においてどう取り扱うか。 本年6月に取りまとめられた労働政策審議会の障害者雇用分科会の意見書では、疾病ごとの個別性や治療の状況による個人差などを踏まえることなく、一律に就労困難性があると認めることは難しいため、これに代わる調査、研究などを進め、その結果などの参考に、その取り扱い、き検討することが適当とされたところでございますので、まずは難病患者の就労困難性や、 企業側の支援ノウハウ等の直近の実態を把握するため、独立行政法人高齢障害求職者雇用支援機構において、調査研究を進めているところでございます。また、ハローワークの難病患者就職サポートセンターの活用や、難病相談支援センターと連携した就労支援など、難病患者の皆さんがその状況に応じたきめ細かな支援が行えるよう、そうした支援体制の強化を図り、 難病を抱えながらもですね就労されたいというその思いが実現していけるように努力はしていきたいと思っております田村真海君。 直接の答弁という風うに受け止めづらいなという風うに思いながら今聞いていました。ぜひこの請願採択したということを受け止めて、あのいろんなあの難病の方がいらっしゃって病状もということもありますけれども、あのやれる方法をぜひ考えていただきたいという風うに思います。またあの厚生労働省まあ、厚生労働の中ではやっぱりその障害者の皆様だけじゃなくてこう就労支援をしているさまざまな困難を抱える抱ている方たちのまあこう家庭ごとりごとにいろんな 支援してるんですね若者とか女性とか こうねやっぱり就労っていうことを考えたときにはあのやっぱり共通する部分もいくつかあるというふうに思いますアセスメントなんかは正直これまではこの障害者の皆様に対してよりもそのいわゆるまあ健常者だったり今さまざまな困難を抱えている方たちにもできていたかという課題もあるというふうに思うんですよねただ一方で先ほど太陽の家で視察してあの就労の場であのお話聞いたときにそうだなと思ったのが本当に困難を抱えている方に合わせて 制度とか仕組みとかその作業できる状況を作ると、ま多くの人たちにそれが適用できるっていうことをあの教えていただきました。だから私はぜひ今回のこの新しいあの創設されるその就労アセスメントができるサービスについて、まここがしっかりと機能することはあの多くの人たちのその就労に繋がるあのきっかけになるというふうに思っていますので、ま決まってないことが多いからこそ期待をしたいというふうに思いますのでどうぞよろしくお願いします。 次にちょっと順番を変えて、4番目に置いてました、精神保健福,福祉法関連についてご質問をしたいと思います。本会議では3問、ご質問させていただきましたけれども、特に国連人権委の件については、スケジュールを聞いたんですけれども、なかなかまあ本会議の,あの答弁ということもあったのか、明確にあの答えていただけなかったかなというふうに、この答弁を受け止めています。 でえー、衆議院の厚生労働委員会では、えー、大臣は、えー、検討規定の第3条の中で、本人の同意がない場合の入院制度の在り方に関し、必要な措置を講じることについて検討するもの、この措置には法律をいじる、法律を改正することも含まれていると答弁をしています。また、3条で規定を設けていること、えー、施,行5年施行5年については、あの関係ないと、2条の方には。ということを、えー、答弁されていました。 でそれであれば、不足の2条で速やかにと示している速やかの時期について、国連障害者権利条約委員会の総括所見の勧告は、実施状況の報告を2028年の2月の20日としているわけですから、この期限を守って、私はどう考えてもこれまでの質疑でいけば、法改正も必要だというふうに、皆さん受け止めているというふうに思いますので、この法改正も含めての、え、ー 改正をやっていくっていうスケジュール感、ぜひ示していただきたいと思うんですね。で、午前中、加藤厚生労働大臣は、まあ、法律改正も含むっていうところまではお話しいただいたんですけれども、あのぜひこれあの、期限に向けて結論を出す、まあ、ここまでは報告しましたっていうことを報告することも、私はあのこの言い方だと含まれてしまうと思うんですよね。結論を出していくっていうこと、まあ、それをぜひ厚労省に求めたいと思うんですが、参考人の方に 答弁を求めたいと思います。辺見障害保険福祉部長。今般の改正案の附則、第3条の検討規定につきましては、本年9月に公表されました。国連国連の障害者権利委員会の勧告の趣旨も踏まえながら、障害者、精神障害者等の意見を聞きつつ、速やかな検討に着手していくこととしております。具体的な法改正や結論のタイミングにつきましては？ 今後の議論の状況を踏まえる必要がございますので、現時点で明確にお答えすることは困難でございますが、いずれにいたしましても、先ほど申し上げたとおり、勧告の趣旨も踏まえながら、先進障害者等の意見を聞きつつ、速やかな検討に着手してまいります田村真海君、うん。検討を始めるのを速やかに、明日から検討し始めてますって言ったら、それでも今の答弁ってあの、答弁通りですって話になるわけですよね。やっぱりこの 28年の2月の20日、まあ、ここの期限に何らかの結論を出す、これをぜひ厚労省挙げてやっていただきたいんです、でまあ、加藤大臣はその期限は言わなかったけど、まあ、法改正も含まれるんですっていうところまで言っていただいたんですよね、今回、大臣、通告してないんですけれども、やっぱり私、このやっぱ改正するっていうところの方向性だけじゃなくて、やっぱり期限も。 あの当事者の皆様からも求められていますし、何よりもこの権利条約、批准している国として、責任を持って私は改正も含めてやっていかなければいけないというふうに思いますので、もう一回、本会議で聞きましたけど、厚生労働大臣、いかがでしょうか加藤厚労大臣。あの今のうちの答弁と重複するんですけれども。あの 不足ではある種、進みは検討するということですから、検討した結果の中において、ですねどういう対応がありうるのか、そしてその対応の中には法律の改正もありうるということを申し上げたところであります。ただ、同時に今申し上げた勧告の趣旨も踏まえながらということは、ですね当然、勧告の中において、えー そのにえー、何年ですかね、ちょっとごめんなさい、いつまでにとこう言われているということも含めた中での勧告の趣旨も踏まえてやるということではあるわけですけれども、ただ、そこはまさに検討していく中で,です、ね、そあの議論はあ検討していくその結果においてです、ねえー、その先行きというのは当然変わってくるということで、今の段階でこうだということをあの限定することは差し控えたいといいう,うに思います田村湾君。 はい、私あの、検討の先の結論、何も聞いてないんですよね、ただ、結論は出すっていうところ、まあ、そこを目途にしないと、やっぱりいつまでたってもあの議論している、いろんな人たちから話聞いてるってままになると思うんです、もう相当数議論尽くされた、そして私、国会に送っていただく前のこの法改正のときにも、まあ、本当に議論尽くされた中でも課題が出ているということを考えれば、まあ、次はやっぱり期限をまず切るっていうところでの、 あの、もう一回結論を出すっていう、あの、この勧告に基づいた結論を出すっていうことを、あの、求めたいと思います。えー、まあ、だ結局大臣に聞いちゃったんですけれども、あえてここで参考人に聞いたのは、えみさんに聞いたのは。 あの大臣代わってもちろん、厚生労働大臣が誰が言ったから、次の大臣は違うっていうことじゃないと思います、もちろん大臣がおっしゃったから、その次の大臣も引き継ぐっていうのは当然かもしれませんけれども、でもやっぱり、それを支えている、ぜひ厚生労働省の方たちにも、この思いを共有していただきたくて、あえてあの参考人の方に答弁を求めたわけなので、ぜひ、省内でもあの今回のこの私たちのこの委員会の、 議論を踏まえて、早く検討を始めて、結論を出すっていうところ、やっていただきたいというふうに思います。そういう中で、一つ提案があるんですけれども、やっぱりこれまで委員会で議論になった、やっぱり人権を侵害するということの中での身体拘束や虐待の通報。 まあそういうことも入院ということが決まって、閉ざされた空間の中で起きてしまう行為ということです。なので、やっぱり私、入り口の入院というところ、もう一回質問したいというふうに思います。今回の改正では、同意不同意の意思表示をしない場合、市町村同意で入院が可能となります。で自治体側は、指定医の判断に基づいて、医療保護入院させるかどうかの決定するわけですけれども、やっぱり医師の判断を覆してまで入院させないという判断、それを するという根拠は、この法律改正の前のいろんな議論を見てても、やっぱり持ちえないというふうに思っています。実態として、首長が入院に同意する犯行、自動的につくような状況っていうふうに見ても仕方ないんじゃないでしょうか。親族同意という制約がなくなることで、まあ、患者団体の皆様からは、やっぱり医療保護入院、強制入院が増えるんではないかという懸念、これ、何回も指摘されています。で厚生労働省がそううとは言えないっていう立場 これを言い続けるんであれば、そして速やかに検討するっていうんであれば、まず私、少なくともこの首長による不同意の件数、ここの実態調査だけでも、すぐやるべきだと思うんです、これすぐできると思うんです、改善への姿勢を示すべきだと考えます。厚生労働大臣、加藤大臣、この同意のところの場面の実態調査ぐらいは、もう本当に今からでもやるっていう、もう法律成立後にすぐやる。 これだけでも私、だいぶ皆さん、あ前向きに進めるっていうことを受け止めてもらえると思うんですけれども、いかがでしょうか加藤厚労大臣あの。市町村同意による入院について、今ご指摘のように、すべての市町村で詳細な調査を行うということ、これ、なかなかあの自治体にもさまざまな負担がかかるということも考えながらです、ね、対応していく必要があるんではないかと考えております。法、えー、法施行法施行行のの改正にあたって では我々として市町村等に関する運用の実態についても把握しながら適切な運用を図っていきたいと考えております田村和君把握状況確認っていうのがこの実態調査だというふうに思いますやっぱりここに不信感課題があるというふうに多くの指摘が集まっているわけですよぜひその市町村の負担ということはこの後にその入院を 強制で行われた後にいろんなことが起きたときに結局自治体いろんな負担増えるわけじゃないですかだったらまず今問題になっているこの入院時点での同意について調査をぜひ私やるべきだというふうに思うんですけれども辺見部長どうなんですか本当にこれが負担で先々の負担も含めたときにこれ入り口としても本当に大きな負担で本当にできないんですか調査今からこれやるべきだと思いますがいかがですか 実務として塩味障害保険福大臣からお答え申し上げましたとおり、市町村同意による入院について、すべての市町村へ詳細な調査を行うということにつきましては、実際に多大,な多大な負担がかかるということから、慎重を要するものというふうに考えております田村真美君。 この法律、何のために作ったんだということになると思うんですけれども、先ほど来、午前中も立法事実が本当にここにあるのか、これに対しては私、明確な答弁、なかったというふうに、この委員会中、受け止めています。そしてもう一つ、この強制入院、これがあった中で、この入院訪問支援事業についても本会議でご質問させていただきました。事業 やはり予算、人員があー足りないっていうことで、より多くの自治体に設置したり、また、すべての入院患者の皆様に、このアドボケイトの仕組みを、えー、入れるってことが難しいのかなと思って、私、聞いたんですけれども、大臣からはこう、事業ができる自治体がまだ限られているので、法施行後、まあ、任意事業で始めて、やれたところから実績を積み上げて、まあ、そこから検証して、 え進めていいくという答弁がありましすでに実施している自治体もあるわけですよね。であれば、施行を待って実績を積んで検証するんではなくて、モデル事業のような形でも、ここにもしっかり投資をして、現状でも入院者保護事業ができる、まあ、先行的にやっている自治体については、この訪問する患者の対象を、まあ、改正事項で定めている市町村同意による入院患者に限らず、すべての 精神病院の入院患者に広げて実績の集積や効果検証を同時並行でやっていくこれが私は効果的だというふうに思いますし退院につながる私は大きな入院中の支援だというふうに思っております昨日の参考人の方からも外部の目が入るっていうのは大変大事だというふうにおっしゃっていただいておりましたぜひこれやれてる自治体があるというふうに答弁あったんでモデル事業として先駆的に多くの 入院患者皆さんにこの事業を広げるという形で訪問支援、やっていくというの、いかがでしょうか <laughs> 訪問支援、アドボケイト、どっち大臣あの先ほど申し上げたのは、それぞれ民間でそういう取り組みをしているということで、自治体自体がですねその今、申し上げたようなことを実施しているわけではないので、今回はまあそうした事例も参考とし,していただきながら、まず進めるところから。 そしてその上において、ま,あ、まず対象としてすべきところが、えー、家族がいないことや、音信がない等の状況にあり、医療機関外の方との面会交流が途絶えやすい、市町村上同意の医療保護入院者、まあ、ここをまず中心としながら、していこうということであります。もちろん地域の実情に応じて、より支援が必要な方も、もちろん否定はしているわけではありませんが、 まずはそうしたところを中心にですね展開をしそしてその実績効果を検証した上で事業の対象者も含めてさらに今後どうしていくのか検討していきたいと考えております田村真美君これ以上やり取りしても同じ答弁になると思いますね最後もう一問だけお伺いします退院後支援事業についてお伺いしますこれも午前中にも同じ質疑ありましたけれども地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドラインでは すでに本人と家族、その他の支援者が支援内容を協議する会議、いわゆる退院後支援会議に、防犯の観点から警察が参加することは認め,ておら認められず、警察は参加しないというふうにもう明記はされています。それでも懸念の声が上がるということは、何か問題があるんじゃないかというふうに考えるべきじゃないでしょうか。 支援者関係者以外での合意やま患者本人が拒否する事項であったとしても例外的であったとしても警察の参加ができる想定がま残っているというふうに考えます地域で安心して暮らせる精神医療福祉体制の実現に向けた検討会この報告書では退院後の支援に関わる警察の参加に関し警察に対し地域によって 個人情報の取り扱いにばらつきが生じない依頼をする等の対応を検討すべきと示されたことも、実態の運用において恣意的な取り扱いが残っているというふうなことが懸念されているからではないでしょうか、少なくとも患者本人は、単に監視につながるのではないかと、検討会でも発言指摘がありました。厚生労働省とししてはこうした懸念 どのように払拭していくんでしょうか、ガイドラインですでに示されていることは分かっています、その上での懸念をどうやって払拭するのでしょうか。変身障害保険福祉部長 ご指摘いただきましたとおり、隊員ご支援の計画を作成する会議につきましては、警察の関与に関して、防犯の観点から参加することは認められないことを明記した上で、例外的に警察が本人の支援を目的に参加する場合でも、ご本人,のが,ご本人が警察の参加を拒否した場合には、警察を参加させてはならないことなどを参加の条件にしているところでございます。 ご指摘がありました、その検討会の報告書等も踏まえながら、引き続きガイドラインに沿った適切な運用が行われるよう、必要な周知を行ってまいりたいと考えております。田村真美君 1> ま1つもう一つ考えるのは、やっぱり警視庁とそれぞれの都道府県の警察の中でのまあ共通の認識もできているのか、っていうところも私疑問として感じています。あの、いろんな警視庁管轄のことで、あのお話しするとまあその先やっぱり都道府県警察のあの考えもあるんでっていうようなこととかも。よく別のことで聞くので、ぜひまあその警視庁の方とかにもあの地域の。 あの都道府県の方にもこれがきちっと反映されているのかっていうようなことも、その周知っていうところの中に入れていただきたいというふうに思いますぜひ、監視ではなくて、その退院後の支援、これが必要であって、警察の監視が必要ではない、これが皆さんの一番訴えていることだと思います。 さまざまな福祉で支えていくことで、地域の皆さんと共生できる、まあ、こういうことを最後に申し上げて、私からの質問を終わりたいと思います。ありがとうございました